バルザック作小西茂也役「暗黒事件」その第15回第1編「警察泣き寝入り」第7章続きから故オートセール神父の友達のグージェという牧師がオートセール夫妻やローランスと懇意だった関係から2年ほど前から サンシーニの牧師館をインタクとして住んでいたこのミニイム会の神父は元シムーズ兄弟の家庭教師であったその妹にあたるグー・ジェ嬢は700フランの年金が入る身分でその金に兄の取るわずかな報給を合わせて牧師館の世帯をやりくっていたサンシーニの教会と牧師館は どちらも大して値打ちのある代物でもなかったので大革命の時も競売に伏せられずに済んだグージェ氏はサンシーニの上官のすぐそばに住んでいた牧師館の庭の壁とサンシーニの荘園の壁とがいくか所も強壁になっていたくらいであるだから一周二回グージェ氏とその妹は親方へ 晩に呼ばれたし、毎晩のようにオートセール夫妻のもとへカルタをやりに来ていたローランスはカルタ遊びなど一向に不安内だったグージェ主婦は老女のように色白で銀髪をした老人だったが柔和な微笑と穏やかな浸透するような小姉と思っていた人形のように取りすましたその顔の味のなさも 聡明が呼吸づいている額と逆しげな目とで引き立って見えた中勢でがっしりとしフランス式の黒の装服を着て半ズボンと半貨には銀の美女を締め黒衣の靴下を履き胸飾りがその上に垂れた黒の直旗を着ていたがこうした胸飾りなども彼の威厳を少しも傷つけるどころか かえって立派な堂々とした風災や貫禄を与えていたずっと後のことだが王政復古時代にはトロワの司教となったこのグージェは昔の家庭教師生活のおかげで若い人たちの心を見抜くことに慣れていたためローランスの秀でた気性を早くも洞察していたそしてローランスの進化を十分に認め最初からこの乙女に対しては ううやうやしいい尊敬を払っていたこれが大いに起こってローランスは三ニュにあって人の干渉をも受けずに我が手に振る舞えるようになり普通だったらおそらくは彼女の方からこの人の良い貴族や厳格な老婦人に服従しなくてはならぬところをかえって彼女の意のままに2人を屈することができたのであったここ半年ばかりというものグージェ氏は 牧師特有の眼識で牧師というものは概して軽眼この上もない人たちばかりであるローランスを観察していたがこの23歳になる乙女がその華奢な指で乗馬服のほどけかかった胸飾りをまさぐりながら心中ナポレオンを倒そうと考えていようとは思い当たらなかったがただローランスが何か大きな計画に 心高ぶっているぐらいは察しがついていた。グージェ嬢のようなオールドミスは、わずか一言か二言形容しただけで、どんなに想像力に欠けている人にも、ありありとその様が思い浮かべられるであろう。いえば彼女は、不格好な大女の部類に属していた。自分でもさすがに器量の醜いことは、よく知っていると見えて、彼女はその黄色い顔色や、 ばった黄色い手のようにこれも黄色い長い歯をむき出して真っ先に自分の醜いことを笑いものにしていた彼女は霧のないほど善良で陽気だった音に響いた救出の道着「かざかん」を着て隠しにはいつもいろんな鍵がいっぱいに入った裾広のスカートを履き頭にはリボンのついた帽子をかぶり髪には カをいれていた早くから老け始めて若い時分から四十代の年配に見える始末で「かれこれ二十年もこの年に踏みとどまったあげ句にようやく本当の年に追いついた」とよく人に言いいしていた彼女は貴族を尊んでそれ相応の敬意を払うことによって小野が対面を保持するすべをわきまえていた。 こうした商売役が三ニュに来たことはオートセール夫人にとっては願ってもない好都合だった。というのは寂しい田舎生活の重圧を耐え忍ぶために彼女は夫のごとく畑仕事に気を紛らすこともできなかったしまたローランスのように憎悪の競争罪といったものも持ってはいなかったからである。 こここんなわけでここ6年来というもの、サンシーニュでは万事幾分良くなりつつあったカトリック教も復興してその行事の務めを果たすことができるようにもなったこうしたことは他のどこよりもとりわけ田園生活においては大きな反響をば持つものであるオートセール夫妻もボナパルトの保守的な法令にやっと安堵の吐息をついて 今は息子たちと文通したりその様子を尋ねたりすることもできてもう我が子の身を案じてビクビクするにも及ばなくなったしただこの上は息子たちも亡命貴族名簿からその名を削ってもらって一刻も早くフランスへ戻るようにとしきりに頼んでいたそれに国庫も今までの年金の未払い延滞金をすっかり清算してくれて これからは半期ごととにきちんと払ってくれることになった。この自分にはオートセール家も就寝年金8,000フラン以上のものを握ることができるようになった老人は小野が予見が正しかったことに花高々だったというのはかねてため込んでおいた2万フランの有金残らずにローランスのも一緒にして国庫に登記しておいたからで。 これはフリメール18日事変の以前のことだったが人も知るごとくこの事変の後に交際価値が冒頭して12フランのが18フランにも上ったのである長いこと三周二の上官も何の飾りつけもなくがらんと荒廃したままになっていた革命のごたごた騒ぎの間はこの抜け目のない後見人は上官の模様替えを 考えあっっててわざと怠っていた。けれどアミアンの平和協定が成立してからオートセールはトロワまで出かけて先に略奪を受けた二級家の異物をいくつか古道具屋から買い戻してきたそしてシャトーのサロンも彼の苦心でそれからはとりどりに飾りつけられるようになったのであるシムー漬けにもとかかっていた緑の花模様のついた 白い剣腑の美しい帳が今この人たちがいるサロンのの六つ窓際に飾り付けられたこの大きな広間の板壁は鏡板ですっかり張り詰められていた灰色の濃淡二色で塗られたその鏡板は周囲を真珠色の玉栗型の玉縁で囲まれその四隅には怪人面像が飾られてあった四つの扉の上の投げしの 彫刻帯にはルイ十五世時代に流行っていた灰色浮き彫り画が描かれてあったオートセールは金箔塗りの小型タクシーや緑のケンプで張り詰めた家具や針ガラスの釣り食材や寄木細工でできた遊戯卓やその他か三ー湯のシャトーの復興に役立ちそうなものを みんなトロワで見つけ出ししてて買い戻してきた。1792年にこの斜塔のありとあらゆる家具も南な略奪を受けるという浮き目にあってしまったトロワでの親方略奪がこの三親湯の谷にも反響を及ぼしたためである老人はトロワに行くたびに昔の華やかな時代のいくつかの遺物 例えばサロンのハメ着の床に貼られている美しい絨毯だとかサックスやセーブル製の古い陶器やひとそろえの皿小鉢などの包みを持って帰ってきたそればかりかここ半年来彼は三審家の銀器を大胆にも発掘してきたことさえあるこの銀器はトロワの長いクルワ外町の外れにあった三審家の金庫のの 料理人の小さい家に埋めておかれたものでこの律儀な料理人はデュリューという男で女房と二人してずっとご主人のローランスの夫人に付き従ってきたのであるデュリューは親方の何でも屋だったし女房は下働きの女中をしていたデュリューは台所の手伝いにカトリーヌの妹を使ってそれに料理の秘訣を教え込んで 一角の料理女に仕上げた。そのほか年寄りの庭男夫婦と日雇い働きのそのせがれ牛飼いのその娘これがシャトーの召使いの全員であった半年前リュ璃の女将さんは庭男のせがれやゴタールに三神輸けの色相のおしきせをひそかに作らせたこの軽はずみはオートセールからは手厳しい叱責を受けたが ローランスのお祝い日のサンローランの祭日にほとんど昔と同じような豪勢な給仕ぶりができたのを見てリュリューのおかみさんは大喜びだった何十父としたこうした復興ぶりにオートセール夫妻やリュリュー夫婦は嬉しくてたまらなかったしかしローランスはその言うおままごとに対してはただ笑って眺めているばかりであった それのみならずオートセールは実際的な方面の復興をも考えていた彼は建物を修復し壁を改築し木を植えられそうなところにはあたり構わず植えつけてちょっとの土地をも利用せずには置かなかっただから三四二の谷の人たちは彼を目して農業権の権威のように考えていたちょうど係争中であったため また競売処分にも付されずただ村役場から共有地のようにいい加減にされてしまっていた百アルパンばかりの土地をオートセールはようやくにして奪い返すことができた彼は早速にその土地に手を加えて人工の牧屋にし館の家畜をそこに放ち周囲にはポプラを植え付けたこのポプラも6年間ですくすくと伸びた いくらかの辞書を彼は買い戻してそこを第二の農園として自分で経営していく傍ら館の建物をもみんなうまくそれに利用できるようにしていこうと目論んでいたそんなわけでここ2年来というもの館での生活もまあどうやら快適と言える程度にまでなっていた。 オートセールは毎朝日が昇るとすぐ家を飛び出して雇い人の仕事を見て回った四六時中人を使っていたからである朝食に戻ってすぐまた彼は百姓馬に乗って管理人のように荘園内を一巡して晩飯に戻ってからはかるたのボストンで夜を過ごしその一日を終えるのが常だった館に住んでいる人たちは みんななそれぞれぞにに仕事があっって、てまるで総員におけるでけような規則正しいい日々を送っていたただローランスだけが出し抜けに姿を隠したりどこかへ出かけたりオートセール夫人のいわゆる失踪をしたりしてこの平和な境地をかき乱していたしかしこの三神祐にも2つの党派が対立して軋轢の元となっていたのである。 というのは第一にコダールやカトリーヌが一家の偶像ローランスと自分たちよりはるかに親しくしているのをリュリュウ夫婦が妬んでいたことで第二には偶事業や司祭を後ろ盾にしたオートセール夫妻は息子たちやシムーズ兄弟が外国組んだりで惨めな暮らしをする代わりに 帰国してこうした穏やかでで幸福な生活にに加わることを望んでいたのに対しローランスはそうした忌まわしい若い牧屈辱として木一本で純な闘争的な尊能主義を一人あくまで守っていたからである。四人の老人はこうした幸福な生活やまた革命の波に揉まれながら辛うじて勝ち得たこの平和な一遇を 乱し危うくされることを何よりも恐れていたので自分たちの息子やシムーズ兄弟がフランスへ戻るのを拒み逆らっている裏にはローランスの力が大いに働いていることを見破ってただこの上はローランスを自分たちのいとも賢明な時代主義に転向させるのほかはないとしきりに彼女を説き伏せようとしたがローランスの公然とした軽蔑にあった。 お人よし連中もすっかり驚愕に打たたれたのである老人たちがローランスの無分別を密かに恐れていたのもまた最もな次第だったバルザック作小西重也役「暗黒事件」その第15回第1編第7章途中まで2020年12月12日。